辺り一面を覆うサンゴに、カラフルな熱帯魚たち。そこはまさに南国の海といった感じですが、実はここ千葉の海なんです。さらにハナミノカサゴっていうのが海外にいるんですよ。でかこんなだよね。でかかったですね。これぐらいなの。顔ぐらいなの。ところがこんなでかベテランダイバーも驚く見たこともないサイズの魚の出現。一方で漁師は不良ですね。魚が取れない。取れないですね。今東京湾で異変が起きています。都心から車で1時間ほどの距離にある千葉県鋸南町。そこは今ダイバーたちの注目の場所となっています。海に潜れば人気の熱帯魚ナンヨウハギにキビナゴの群れ、そして群生するサンゴヒメイダミドリイシ、主に南の海に生息する生き物たちに出会えるのです。15年前海外に行かなくちゃいけなかったのが、はい、今東京湾で見れて増えてるわけです。この地で50年海を見てきたというダイビングインストラクター魚地さんは、急激な変化に驚きを隠せません。海外にツアーダイビングでツアー行くと、クダゴンベっていうのは今から15年ぐらい前フィリピンとかパラオに行くと 100% 見れますよっていうような歌い文句のものが、今この東京湾で産卵もしてるし、ポイントによっては20匹ぐらい見れます。南の海でしか見られなかった珍しい魚が簡単に見られるようになったというのです。ではなぜ千葉県の海が熱帯化しているのでしょうか。黒潮は現在大蛇行と言われているもので、紀伊半島沖から大きく日本列島の本州を離れて八丈島の近くをまで下がってから東京に向かって北上してきてます。これは海流の流れを解析した図です。暖かい海流黒潮が紀伊半島沖で蛇行し、U 字になって東京湾へ向かっているのが分かります。この黒潮が房総半島あたりにぶつかることで周辺の海水温が高くなっているというのです。そのためある懸念が。海藻ってのはよく冬場によく成長するんですね。海水温が低いところに成長して、それで、夏場になると枯れていく。海藻の種がついて、でそれが成長するに至らないんでしょうね。で成長できないで終わるということですよね。海水温が高いことで貝や魚たちが餌とする海藻が育っていないといいます。これは2年前に撮影した映像です。海底に生い茂るのはカジメという海藻です。その横にはサンゴがあり、この時は共生していることが分かります。しかし今年の映像を見てみると、サンゴの隣で茎だけになってしまった無残なカジメの姿が。見比べるとその違いは歴然です。漁師さんたちに話聞くと、どんどん取れるものが少なくなってきて、いるものが変わってきてるんだよ。潜ってても手に取るように分かりますよね。そこで地元の漁師を訪ねると、ここ何年かはもう不良ですね。魚が取れない。取れないですね。 4,5 年ぐらい前からどんどん徐々に魚自体は減ってきてます。だ 30% ぐらいは落ちてるんじゃないですかね。実際にイワシやサバなどの青魚が減っているといいます。さらに昨日ダイビングツアーを取材すると、ハナミノカサゴっていうのが海外にいるんですよ。でかこんなだよね。でかかったですね。これぐらいなの。顔ぐらいなの。ところがこんなでか巨大化したハナミノカサゴという魚、これが示す
千葉の海の現状とは。いやーこれいつの間にかもうなんか南国になっちゃうかもしれませんね、房総半島。本当に驚きの状況になっている、うん、もちろんダイバーの皆さんにとっては人気のスポットになっているそうなんですけれども、うんうん、はい、いろんな影響が出てきているということで今回取材しました千葉県の鋸南町の海なんですけれども、ちょっとご覧いただきましょう。この千葉県沖の海なんですが、主に熱帯などの海域に生息するこちら、ハナミノカサゴ。千葉の海ではこれ実は南の海と違ってですね、この魚を食べる天敵がいないわけなんです。はい、でかつ実はこの場所というのは、このハナミノカサゴにとってはいい餌になる小魚が豊富にいるということから、どん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 成長できてしまう。なるほど。ということで本当に驚きの大きさになっていっているということなんですね。いやこれなんかあの北海道なんかで上がらなかったブリが大量にね、はい、取れるようになったりとかしてるっていう、はい、やっぱ海洋環境の変化によってやっぱ、うん、その魚種も変わっていくんでしょうね。そうですね。ですから実はそのね、我々が今取り組んでいるこの気候変動なんですけれども、はい、こういうところにも影響が出ているということに改めて知っていただきたいなと思いますね。陸上だけじゃなくて海中にも大きな影響があるんですね。はい、うん、